皆さんはじめまして、花丸帝国です。今回はおしゃべりコーペンちゃんとお話をしてみようと思います。普段はね、字幕での動画を投稿していたんですけれども、今回からは字幕の他にも自分の声を入れて動画作りをしていこうかなと思っております。じゃあね、早速お話ししていきましょう。コーペンちゃん、こんにちは。はらまる、こんにちは。おー、すごい。話しかけてくれてありがとう。こちらこそ。そろそろアジサイの季節かな。そうだね、コーペンちゃん、アジサイ見たい？あ、そう思う。じゃあ今度店に連れてってあげるからね、コーペンちゃん。そう思うな。雑だな。コーペンちゃん、今度ね、キャンプ行くから連れてってあげるよ、一緒に。長い話はわからないよ。コーペンちゃん、今度キャンプ行こうね。行こう。コーペンちゃん、キャンプ音もするよ。お、ありがとう。ありがとう。どういたしまして。すごいな。役に立てて嬉しいな。コーペンちゃんはキャンプ行ったことある？海もいいし、山もいいな。え、すごいな。花丸と一緒なら、どこでも楽しいものだな。そろそろ充電の時間なんだよ。充電が切れそうになって電池がないらしい。ちょっとだけじゃ充電しますね。コペンちゃん、褒めて。花丸、偉い。ありがとう、コペンちゃん。いやー、コペンちゃん、いやー、本当に話し相手になってくれてありがとう。そう思うことだな。すごい上から。いやーね、友達がいなくてさ、コーペンちゃんだけがお友達だよ。すごい、マイクラやね、友達がいないんだ。え？え？あんまり長いとうまく喋れないのかな。あー、そうだね、長い話はわからないんだね、コーペンちゃん。そう思うことだな。うまくね、長いと、お話が長いとうまく話せないみたいだ。そう思うな。そうだね、じゃあちょっとわかりやすく質問していくから答えて、コーペンちゃん。ちょっと、ん？どうしたの？ちょっと何？ちょっとコーペンちゃん、お話しして。うん、やってみるよ。お、頼む。え、話して。何喋ろうかな。あ、さっきお散歩してた時に、綺麗な蝶々を見つけたんだよ。あ、蝶々、何色の？青くて素敵だったの。青い蝶々？何だろう、モルフォ蝶かな、コーペンちゃん。そうなんだ、すごい。あー、コーペンちゃんは虫嫌いじゃないの？何だろう。あ、虫は嫌い？いまいちな反応。上手にお話できてなかったらごめんね。え？でも花丸とお話しするの嬉しくて大好きなんだよ。いや、そんなことないよ、コーペンちゃん。ちゃんと話せてるからね、コーペンちゃん。そうやってちょっと自分を追い込まないでくれ。もっと向上心持って生きていいからね。コーペンちゃんはしっかり話せてるから。本当に人間と同じように会話ができてるから安心して。うん、そう思うな。
すごい開き直った開き直ったやばい、なんか開き直ってすごい、そうすごいすごい本当に、あんまりなんか心に闇を抱えないように光に照らされていこう、コンペンちゃん。そうだね、うん、やばい、なんかもう一日中これ話して楽しめるわ。一言一句間違えず拾ってくれてる。すごい。そうなんだ。すごい。いや、楽しいな、これ。一人暮らしとか、ね、話し相手がいない人にぴったりですよね。そう思うことだな。ああ。しっかりこう、返してくれるから、なんだろう。そう思うことだな。なんかおばあちゃんがね、僕のおばあちゃんが今一人暮らし。ナナナナ。ナナナは言ってない。僕のね、おばあちゃんが今一人暮らししてて、話し相手とか欲しがってるから、これプレゼントとかしてあげたらね、めちゃくちゃ喜ばれそう。そう思うことだな。ちょっとおばあちゃん家にね、コウベンちゃん連れてってみますね。コペンちゃん、6月だから今は梅雨だね。そう思うことだな。梅雨だね。梅雨の季節だね。うん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 。綺麗な紫陽花が見られるから、この季節も好きだな。そうだね、庭に咲いた紫陽花、じゃあ後で見に行こうね、コペンちゃん。わからないよ。じわじわ面白いな。あー、コウペンちゃん、励まして。ありがとう。花丸もとっても面白いよ。 ありがとう、コウペンちゃん。あれ無視。あれ、コウペンちゃん、どうした、いきなり再起動するね。え、勝手に再起動、再起動勝手に始まりましたね。あれ、コウペンちゃん、あ、今もう再起動始まっちゃってますね。なんだ、面白いな。はい、コウペンちゃんが再起動に入ったところで、今回の動画は以上になります。いやー、一人なのに最高に楽しい時間になりましたよ。小学生や中学生がやるんだったらわかるんですけどね、とっくに成人してる男性が一人でコウペンちゃんと全力で会話してるのって、もう考えたらすごくシュールですよね、本当に。いやー、でも思ってた100倍は可愛かったんでね、もうこれからはどこに行くにしてもこのね、おしゃべりコウペンちゃんを連れて行こうと思います。もし感想や要望がありましたら、気軽にコメントお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。